Copy that, Will. Thank you. Station, this is Houston. Are you ready for the event? Houston, this is Station. I am ready. Jack to PAO. This is Mission Control Houston. Please call Station for a voice check. Station, this is JAXA PAO. First, how do you hear me? Japan, this is the station. I have you loud and clear. ISS の若田光一さん、聞こえますでしょうか？東京ヤフースタジオの黒田ありさです。今、どのあたりの上空を飛んでいらっしゃるんでしょうか？はい、国際宇宙ステーションから JAXA の若田です。皆さんこんにちは。今ですね、ちょうど、南アメリカ、ブラジルの上空あたりを、飛行しています。本日はどうぞよろしくお願いします。 Joining us today, I'm Ryo Tamura of the comedy duo London Boots 152号。よろしくお願いします。 Do you know me? はい、黒田さん、りょうさん、今日は本当によろしくお願いします。 Thank you, my pleasure to talk with you. 若田さん、 you have been staying on the ISS for 4 months. Well, I'm looking forward to talking with you. And you have 2 more months to go on January 20th and on February 2nd.You had your first EVA in your 5th stay in space. How was it?
はい、これまでに ISS の長期滞在2回経験させてもらいました。まあ、その時もですね、地上での訓練を重ねて、船外活動ができる状態にしていたんですけれども、計画された船外活動がその時はなかったので残念ながらその機会はなかったんですが、今回、NASA の宇宙飛行士のニコルマンさんと一緒に2回にわたって船外活動を経験させていただきました。今回行ったのは、新型の太陽電池パネルを ISS に取り付けるためのその台を設置するという作業で、合計約14時間にわたって船外活動しました。この新しい新型の太陽電池パネルというのは2030年まで宇宙ステーションを運用していくために安定した電力供給を維持するために必要なものです。今回ですね、一番大変だったのは船外活動で取り付ける機構というのがメカニズムがですね、その ISS 側の取り付け部の干渉があってうまく取り付かなかったんですね。いろんな取り付け方法で、挑戦したんですけども、取り付けができなくて、実はあの2回目の船外活動までにですね、地上管制局の運用チームの皆さんが技術者の皆さんといろんな技術検討をして新しい取り付け方法を考え出してですね、でその方法で私たちは2回目の取り付けのための船外活動に臨みました。ただ新しい取り付け方法がですね、実際にうまくその取り付けができなくて、リアルタイムで地上管制局の皆さんが軌道上のクルーと連携して新しい取り付け方法を考えてですね、なんとか取り付けることができました。まさにチームワークの勝利だというふうに思います。そして一番こう記憶に残ってるっていうのは、船外から見る地球の美しさ、そして輝いている ISS 国際宇宙ステーション、逆に夜の方ではその宇宙の深遠さ、奥深さ、これがとても印象的でした。Thank you for your comments. Yes, I watched your EVA on NASA TV. Thank you for your hard work. We surveyed Yahoo users and asked what would be their biggest concern if they were to live in space daily. The most common answer was toilet. Could you tell us how you use the bathroom and do you have any episodes of difficulty you have experienced?そうですね、トイレはですね、私も初めて宇宙でトイレを使った時にはとても苦労したのを覚えてます。無重力空間でこうやって体がこうふわふわ浮いてしまいますので、トイレを使うときはトイレの床の近くにある足のペダルに足を固定させたり、それから手すりにつかまって体を安定させて行います。で、宇宙のトイレっていうのは基本的には掃除機のように空気の流れで尿や便を吸い込んだりして、そして便の方はタンクの方に収納するようになっています。で、空気の流れっていうのは決して強力なものではありませんので、狙いを定めて慎重に用を足す必要があります。で、便の方はですね、容器のそのタンクのところに穴のたくさん開いている袋を取り付けて、それで金属製のタンクに回収するようになっています。で、やっぱり一番大変なのはふわふわした無重力状態の中でトイレを汚さないように気をつけて慎重に使用することだというふうに思います。で、回収した便の方はですね、アルミニウム合金のタンクの中に収められて、それを実際には補給船に詰め込んで、補給船が最終的には軌道を離脱して大気圏に燃やつ、入って突入して燃え尽きるという形で処理をしています。で、尿の方はですね、実は掃除機のホースのようにして吸い込んで、その尿を飲み水にリサイクル装置、リサイクルする装置があるんですね。で、髪の毛ですとかホコリ、そういったものをまず取り除いたり、ガスを取り除いたりして、
そしてその後、回収したものを減圧したり蒸留したりします。そしてその 水の部分というのを水分を回収するんですけども、最終的にはそれを水処理装置で有機物ですとか微生物を取り除いて飲み水にして再利用しています。ですからISS というのは、持続可能な再生利用システムということが言えるんじゃないかなというふうに思います。そうやって考えるとISS というのは何か小さな地球みたいでしょ。 ISS is just like a sustainable recycling system. In that sense, don't you think that the ISS is just like a small earth? Exactly. It's just like the earth. Now, Dr. Wakata, if possible, could you give us an experiment quiz on the ISS?はい、それはグッドアイデアですね。わかりました。それでは日常生活にまつわるものを、まず一つクイズで出してみましょう。Okay. で問題はこちらです。So, let me give you a quiz about daily life. ここに私の服があるんですけども、この服をですね、私が、畳むチャレンジを無重力で行ってみようと思います。This is my clothes. 1分間で畳むことができるでしょうかというのが問題です。で、いつも私たちが服を、どのように扱っているかというのを想像していただけると分かりやすいかもしれません。予想してみてください。If you imagine how we always handle our clothes, it might be easier. Just imagine.So, do you think he can or he can't? Well, it's very small space. I'm sure he can do it. Yes, my answer is yes. Okay, Dr. Wakata, please try. はい、それでは、宇宙で服畳、用意スタート。It's just like someone is wearing a clothes. So...Ready, go. Microphone is floating. It seems difficult. It's like he's dancing with the clothes. これ跳ね返ってる。引っ込んでるみたいです、ね。そう。あ、無理か。でもどうしてはんやろ。Well, it seems very difficult. I'm not sure how he's doing it. 生地の性能が強いのか。It seems like the clothes spread out again. たた。めっちゃやってくれるやん。というような感じでですね。答えはやっぱりできないですね。But it's impossible. 薄手の服だともうちょっと畳みやすいと思うんですけど、結局こうやって放っておくと、ご覧いただいて分かるようにふわっと広がってしまうんですね。で地球上では重力がありますので畳むっていうことができるんですけども、この無重力状態ですと、服をこう畳んで押さえておくような力がないので、やっぱり畳むっていうのは非常に難しいです。ですから、宇宙で当然私たちも畳まなきゃいけないんですけども、畳む時っていうのは結構この、素早くもうとにかく丸めて、そしてこれを、広がってしまわないようにビニールの袋に入れたり、それから、布製の袋に入れて保管したりして生活をしています。 And we put it in a plastic bag or in, we put it in fabric bag.That's how we are doing. That sounds interesting. Well, by the way, they can't do laundry on the ISS, so used clothes are discarded after a week or so. Dr. Wakata, please give us the next quiz. はい、そうですね。これは最後のクイズになりますけれども、ゲストのりょうさん、水を無重力空間で浮かせて手でなりつきができると思いますか？りょうさん、
Do you think you can float water in microgravity and play ball with your hands? Yes or no? I think you cannot do it. No. So please give us answer. はい、それではまず、この実演をしてみたいと思います。ここにあの飲料水がありますので、これであの水の玉を使って、作ってみてですね、それで手で、マリツキを試みてみます。 Let me do a demonstration. I'm going to make a water sphere and try to play with it. マリツキってできる？まずそれビューって上にいっちゃわないのかな？そーっと出してください。そーっとだ、そーっとだ、そーっとだ。He's pushing water out very slowly. It looks like a bubble. Wakata-san's face is reflected on the surface of the water sphere. It looks pretty. We can see his eye. What are you going to do? What's going on there? Slowly. The water sphere sticks on his palm. What's going on there? I don't know. Why? そうですね、あの今ご覧いただいたように、あの水はあの無重力状態ですと、あの球体になるということはよくあの知られています。今あのご覧いただいた通りですね。でもこれを今私がトライしたように、手で打つとかですね、マリツキをするっていうのはちょっと難しいと思いますね。でその液体との無重力空間でも、そのつながりは完全、あの、まあ、簡単にですね、あの溶けて分解してしまいますけれども、そしてあの先ほどご覧いただいたようにゆっくりと手でついてみると、その水の玉っていうのは手にくっついたまま一定の方向には動いていきます。で、あの重力がないので、その水がこうここからこぼれ落ちるっていうことはないですね。で逆にあの今みたいにゆっくりではなくて強く、その水の玉を打ってみると、水があのバラバラになって飛び散ってしまいます。でそうするとその水滴が ISS の精密機械についてしまうので、精密機械故障を引き起こしたりする可能性がありますので、大きな問題になりますので、それは避けなければいけません。ですから、あの答えはできないというところですね。So the answer is no, you can't. So you've got a question from your son to Dr. Wakata. 子供からの質問で、あの一番アクシデントとかで怖い思いを、What was the most scary experience for you, Dr. Wakata?Like、accident? そうですね、あの私は幸運なことに、あのアクシデントっていうのは、あの大きなものっていうのはなかったですけども、2回目に宇宙ステーションに行って、それは宇宙ステーションの組み立ての時でしたけども、ロボットアームで宇宙ステーションを組み立てる時に使うコンピューターが壊れてしまって、それであのどうやって取り付けたらいいのかなっていうのをちょっと困ったんですけども、地上管制局の皆さんといろんなことを相談して、電力を回復してコンピューターを取り替えて、そして宇宙ステーションの組み立てを無事に終わることができましたけども、やっぱりあの地上管制局の皆さんとの連携で問題を克服できたのかなというふうに思っています。 And we could successfully complete the assembly of the ISS. So we could overcome the problem with the support from the ground. We really enjoyed the experiment quiz. Dr. Wakata, at the age of 59, you're still making progress every day, including your first EVA. Do you have a message for the people of Japan who are watching this program? Hi.
まあ、今回長期滞在ミッション、筑波宇宙センター、それからヒューストン、世界各国のですねミッションコントロールセンターの皆さんの力を借りて、ミッションを続けています。で今回、私がこのミッションでテーマにしているのが夢探求心思いやりと、いうことです。で私は幼い頃からの、まあ、夢であった、空を飛びたい、飛行機を作りたい、そして宇宙飛行をしたいという夢を幸運にも実現することができました。でただの、夢で終わらなかったというのは、やはりその空とか宇宙を自分にとっての明確な目標として位置づけて、探求心を持ち続けて、目の前にあることに毎日、努力をすることができたからかなというふうに思います。それと同時に、それができたのはやっぱり家族とか、仲間友人の支えがあったからだというふうに思っていますし、感謝しています。で皆さんも、日々の生活の中で、いろんな課題とか困難な状況に直面することもあると思います。でもやはりその難関を克服しよう、乗り越えようと努力している時が最も自分が成長している時であるということを忘れないでほしいというふうに思います。で失敗してもそれを教訓として決して諦めることなく前進して、皆さんの夢を仲間、友達、家族の皆さんと一緒に掴んでほしいなというふうに思います。Together with your colleagues and friends, I hope you will never give up and work hard together to achieve your dream. Finally, let's wave together from Japan to the ISS. I also ask viewers to join us. Wave. Wish you good luck. Dr. Wakata, thank you very much for your time. I look forward to the day when you will return to Earth. Thank you.Thank you very much, everyone. Station, this is Houston ACR. Thank you. That concludes our event. And thank you to Jackson, all participants in this event. Station, we are now resuming operational audio communications. Thank you.